上海交通大学、略称、高大または、首都は、中華人民共和国国務院教育部直属の国立総合大学。副部級大学であり、特に理工学、医学及び社会科学が強い国家重点大学である。上海市に所在し、江沢民の出身校として有名である。同校の高等教育研究院世界一流大学研究センターは、 毎年世界大学学術ランキングを発表していることで知られる。複数の国家重点実験室も持っている。985校庭、211校庭、総一流の成員校である。大学ランキングでは、中国国内3位か4位のレベルである。全日制在校生23,900人で、内本科生1万8,000人、修士研究生1万2,000人。 博士研究生4600人、外国留学生5542人などである。留学生は韓国、ドイツ、ミャンマーが多い。2002年にはシンガポールに最初の大学院を設置。また2003年にはミシガン大学と単位互換協定を結んでいる。国家重点学科、国家重点学科、主要な国家重点実験室、政府、 政治学会在会北緯31度12分03秒統計121度25分47秒。北緯31.20083度統計121.42972度31.20083121.42972。ありがとうございます。